はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はデスティニーオーダー召喚引いていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、福袋の確定召喚ですねに関しては、もう動画上げていると思う、もしくはこっちの動画が上がった後に投稿されていると思いますので、まあ気になる方はねそちらご確認ください。というので、まあとりあえずね、どのキャラクター引いていきたいかっていうのをちょっと吟味していこうかなと思います。ではやってくんだけど、まあとりあえずこれ宝具とナンバー順しかないの？ちょっとあのレベル順が欲しい俺。レベル順で見たいんだけど、聖杯振ってるか振ってないかっていうので、あちょっとめんどくさい。あえ、いやそうだな、振っていきたいなと思ってたんだけど、まあ宝具のやつ見ていくか。え、まずセイバーだね。セイバーは俺ベニエンマにしか聖杯振ってないんですよ。なのでそれ以外のキャラクターがいいなーって思ってるんだけど、欲しいキャラクター誰？え、ちょっと待って、え、セイバーおらんかもしれん。チャルルさんでしょ、だからあげんでいい。基本宝具レベル3以上のキャラクターは俺あげないでいいって思ってるんで放置でいい。で、山竹、あー、いぶき、あーってなった時に、どっちかだな、山竹かいぶきかなって感じなんだけど、あーけどアーツバスターで強いキャラクターもうアルトリアいるんだよねってなった時に山竹かなって感じはするけど、だけど正直な、いぶき宝具レベル上げときてって思う感じはするんだよな。90プラプラとかの運用でね結構使えたりとかするんでってなった時に、いや、けどいぶき宝具レベル2で運用できるかな。ちょっと一回ちょっとこれいぶきで仮置きしときましょう。で、次星5ですね。いや、星5じゃねえわ、アーチャーですね。アーチャーに関してはまあちょっと聖杯振ってるキャラクターが結構いるんですけど、ドゥルガー、高杉さんで、プトレマイオスって感じなんだけど、どうしようかな。一応もうこの2人絆ねちゃんと上がりきってるんですよ。で、聖杯振っててプトレマイオス運用することあんまないなーってなった時に、ここちょっとあれかなー、自分に素直に行くならば、ドゥルガーかな。ドゥルガーで行きましょう。で、次、ランサー。ランサー、メルジーヌが宝具レベル上がってるんだよね。ってなった時に、誰あげたい？ちょ、待って、ランサーもおらんぞ。ランサーいなくねえか？メリ宝具上がってるって、それ以外4とか5でしょ？ブリも上がってるでしょ？ササハ上がってる。うわ。これ、性能っていう意味で、エレシキガルにします。エレシキガル以外はないよね、多分。ローマさんでしょ？で、ちゃんと俺周回で使うキャラクターは宝具レベル上げててるから、そうだね、これはエレシキガルでいい気する。地属性特攻が今後刺さる場面があるかもしれないんでやっていきましょう。で、次ライダーどうだろうな。聖杯振ってるキャラクターはライネス宝具後になってるでしょ。ってなった時に、誰でもいいな。けど期間限定なんだよな。正直ガチな話をするとこれなんだよ。対抗坊さんなんですよ。けど工場なんですよ。正直工場の枠デスティニーオーダーで使いたくないって思ってるんで、あーってなると、やっぱここ消去法バキンさんかな。なんかバキンさん前回もライダーで上げるキャラクターいなくてバキンさんでいっかって言ってた気がする。で、次、キャスターは、これ、よかった。わかりやすかった。聖杯振ってるキャラクターがね、アリスしかいないということで、ここ素直にアリスでいきましょう。アサシンは、誰かな。けど、どうしよう。アサシンも、聖杯振ってるキャラクターはちゃんとレベル最大にしてるからな。性能目的。はい、今回もちょっと性能目的でいきましょう。他に来。過信孤児とかはね、結構俺好きだからね、やりたいんだけど、工場なんで省きます。やっぱね、このゲームね、工場のキャラクターはね、俺引かんでいいって思ってる。こういうデスティニーオーダーではね、引かないでいいって思ってるんで、ちょっと放置かな。で、バサーカー。バサーカーかー、どうしよっかなー。いや、正直さー、ここも上げたいし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 、みたいな感じで全部上げたいんだよね。
ただまあめたい丸いことを言うと利休だな。やっぱり聖杯振ってるからな、宝具あげてって気持ちもあるし、素直に利休でいいかな。モルガン3になってるでしょ、てか3になってるキャラクターはあんまりあげたくないんで利休にしておきましょう。で次エクストラ1、あ多いね。エクストラ1誰にしようかな。聖杯振ってるキャラクターがちらほらといますが、剣心若森かな、聖杯振ってるのは。それ以外は別にって感じなんですけど、天草もいるのか。いやけどこれちょっと剣心かな。いやけど若森もいいんだよな。若森にしよっかな。若森にしましょう。はい、1は若森で、2の方か。聖杯振ってるキャラクターはドラコを響地か、って感じなら、あ響地かじゃないかな。素直にドラコは2に運よくできてるんで、響地か今後運用していきたいって思うとこっち上げたい感じがある。はい、というので自分が、とりあえず、あセイバーだけちょっと考えるか。いやけどセイバー山竹かな。山竹にしよう。で山竹にした上でもう一回スクショ取るんだけど、まあ、今回自分のデスティニーオーダーに関してはこれでいこうかなと思います。最後の確認だけちょっとしとくね。アーチャーはこれで OK、 ランスはこれしかない、ライダーもこれしかなかった。もうこんな感じでいいか。いやもうなんか変に考えるのやめよう。直感でいこうということで、めっちゃ長い時間考えましたがいきます。はい、この中からランダムで1機のみ確定で召喚されます。いきましょう。お、本当に召喚実行しますか。はい、来い。でここに関してまあやっぱ聖杯振ってるキャラクターが来てほしいんで、目当てとしては聖杯キャラクターカモンって感じ。ただまあ正直ね、どのキャラクターが来ても美味しいんですよ。ハッピーって感じなんで、もう何来てもウェルカムだよ。まあ欲を言うならば 2,3 枚ぐらいねバーンって抜きたいねって思ってるけど、ジェロニモーニモー、お前はいつもいいところで来るな、ありがとう。キャスターのホスさんがいたんでね、ジェロニモ強化されるんじゃないかってね、ちょっと個人的に期待したりとかしてます。はい、いやーけどどうなんだろうなー。とりあえずいい感じにハッピーになるって信じてる。いやちょっと福袋の方がね、星5確定の方かがちょっとなんかよくわかんない引きしたんで、はい、今回こそはなんかこっちで神引きできたらいいなっていうのと、二次演出見たいね。やっぱり二次演出からバーンって来た時にはーってなることが多いんで、おちょっとおっさんサーバント来るのがちょっと怖いよ。本当に本当に怖い。星5来て、星5、二次演出で星5来て、金演出も来ていいのよ、なんでもいいよ。ちょっと待って、空白の男来すぎじゃない？え、そんなに星音外年齢層って語らよるもんだっけ？ちょっと今止まったなぁ。違うわぁ。もう3齢層でした。こういう感じでちょっと止まった時にね、え？サーバントって思う場面があったりとかするんだけど、まあなかなかそういうことはないよね。というので、もうそろそろ来そうだねー。アーサスイーン。おぉ、来ない。え、来ないんだ。おぉ、おーい。けど、もうそろそろサーバント来るはずなんだけどね。え？なんか、じらされてるねー。まあ、正直、初めに来るよりも、じらしてじらしてってやってくれる方が嬉しいんでね。まあまあまあって感じなんだけど。禁煙室で星5サーバント出る確率って、あれ？ちょ、待ってよ。バキーン！あれ？え？俺の記憶をちょっと蘇らすね。去年のデスティニーオーダー、馬金じゃなかったっけ？あれ？え、もしかして俺、馬金確定ガチャ引いてる？え、そんなことある？いや、まあ別にいいんだよ。馬金さん好きなんでね。というか、どうせだったら馬金聖杯振ろうかなって思ってるぐらいになってるから別にいいんだけど、おう。おー、ま、ということもあるか。というので、白銀の鳩は、今回、デスティニーオーダーと、福袋、星5確定福袋、まあ、多分、負けの
こうかなって感じです。はい、ただこれを機に俺はバキンに聖杯振ろうって思ったんで、まあ実質勝ちということにしておきましょう。絆も6だしね、今後いっぱい使えるってことを考えると、まあバキンさん魔性と悪特攻持ってます。今後集会で使えるポテンシャルがあるのでいいということにしましょう。はい、なんか言い聞かせてる感じがあってちょっとやだな。まあけど、まあ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 、何が来てもね、自分が選んだ結末なので、そこは普通に受け入れるという感じで、まあ次の水着ガチャとりあえず備えて待っておこうかなって感じかな。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.